はい、お晩でございます。日本武道学者の吉田です。今日はですね、護身術というものについて話をしてみたいと思います。その前にですね、前にブログでは宣伝してたんですけれども、こちらの方出ましたんで。私が言ったのは、丹田とは何かっていうタイトルで書いたんですけれども、BAB の方で、丹田を作る丹田を使うというタイトルで、に変えられました。だいたい170ページ程度の本ですけれどもね、まあ、読みやすいんじゃないかなと思いますけど、薄くてパラパラパラっとね、字も大きいですし、もう図でいっぱい入ってますからね。まあ、今回はでも、まあまあ、仙骨姿勢講座以来の本だとは出来かなとは思ってます。ここにね、こっちか。これね。まあ、私が、まあ、電子書籍でだいたい4冊ぐらい ?4冊ぐらい、3、4冊書いて、こういうね、講談社とか、あとなんだか文芸社とか、あと BB ですとか、なんか4社ぐらいで、だいたい本が11か12忘れたんですけどね、書いてます。まあ、今回ちょっと、まあまあいいのかなと。一番売れたあの仙骨姿勢講座以来の本かなっていうか、誰でも興味を持てるっていうタイトル。軸だとかそういったものはね、なんかやってる人じゃないとなかなか、興味持ってもらえないんですけど、こういうのは、これと同時にね、今月号かな、秘伝にも4ページですけど、私の特集、これと同じ内容ですけれども、されてますので、興味のある方は、ぜひ読んでください。それとですね、あの本文に入る前に、また赤木さんという方からね、剣道のなんか、私映像一回見たんですけども、剣道4段か5段か、まあ、ね、私結構剣道は2段しか持ってないんですけども、結構こうねやってて、やっぱり自分が一番感じたのは4段5段クラスが一番強く感じたんですよね。前も言ったんですけども、8段だとかになってくると何がうまいのかよく分かんないなっていうか、そんな感覚しか持てないんで、ね。まあ、その時その方がね、腹をすぼめて背筋を伸ばすと、前足ね、剣道って大体右足前に出してそのままこう構えるんですけども、その状態だと普通はできないんだけども、前に足踏み込めないんだけれども、腹を丸めて背筋を伸ばすと。このやり方っていうのはですね、まあ返信まだしてないんですけども、ちょっと読む時間なくて、ちょっと前に読んだらね、そうすると剣道はね、重力の力を借りてこうパーンと前に進めてこう打てるよっていうふうにコメントいただいたんですけれどもね、それは私随分昔っていうか、まあずっとそういう教え方してたんで、突きとかね、こう突く時にこうピッとこうしなさいと、その時の足さばき、私体幹の絞りっていう本には前7つの意識でっていうのとか4つの軸とかっていう本を書いてるんですけれども、そこでね、体幹の絞りということで仙骨を締めて背筋を伸ばして、耳は肩に、鼻はへそにっていうふうな教え方してね、それで膝を抜いて前に、重力の利用、力を利用して前に進むっていう指導はしてますね。確か YouTube でも前の方にこう悟られない月という説明で、その胸を大体説明してたかなということですね。まあ赤木さんそういうことなので、それとですね、本題に入りたいと思います。まず護身術ですね。私も何回かあちこち講演して歩いてですね、まあ北海道の浜松町ですね、まあ、海岸線にある日本海側にある町なんですけれどもね、そこの PTA とかにも講演依頼された時にですね、護身術を教えてくれって言われたんですよ。
でも私も初め護身術と、私の一番最初に書いた武道のコツでスポーツに勝つっていう本を読んで、それで電話いただいたんですけれども、まあキャンプと、夏になるとキャンプとかあるんでね、まあそこで酔っ払って、なんか海でテントをこう、人のテントやったりとか、いろいろ問題を起こすらしくて、そこでも PTA の人とかが困って、いや先生そこで PTA の会あるんで、そこで護身術教えてくれませんかっていう依頼があったことがあります。大体は健康面ですとか介護面ですとか、姿勢とそういったものの講演はやったことあるんですけど、護身術ってそこ初めて言われましてね。それで、と思って、どういうふうに暴れた時はどうしたらいいんでしょうかって方法論を聞くんですね、まずね。こう胸ぐらつかめられたらどうしたらいいんでしょうかとか。それ私、まあ、お金もらって教えてるんでね、呼ばれたんで、いや、こういう場合はこういうのありますよっていうことは実際はいくつ何点かは教えましたけれども、そういうのをおっかながらに、ね、恐れないでできるんですかって言って、相手暴れて酔っ払ってこの野郎って暴力的になってる時にできますかって聞いた時は、それは分かりませんっていう答えなんですよね。まあ、ですから、この前のね、まあ、合気道を実際的に使えるためにはとか、まあ、実践的かっていう目、ところでもコメントで書いてますけれども、一番大切なのはやる気ですね。負けない気持ちを持つということですよね。ただ、コメントに書いてますけども、剣道で言うと、一眼二束三短四力って、一眼っていうのは一番目に目の動き、目で捉えること。二束っていうのは二番目に足のさばき。三番目に胆力。で、四番目に力と。って言われてますけれども。で、現実的には、実際その実践でね、護身術使うとなった場合ですけれども、一番大切なのは胆力になります。胆力で実際にこれができるかできないかって、何お前やるならいつでもやってやるぞぐらいの気持ち。大体いろんな技が使えて、実際本当は使えるのにっていうことでね、なわーってやられて恐怖感持っちゃうと、それ全部ぶっ飛んじゃいますからね。全く使えないと思います。だからまずそれを克服できるっていうか、まず一歩前に出る力があるか、胆力があるかどうかっていうことが第一です。だから一眼でなくて、一胆です。私に言わせると、実践は。試合だと、一眼二束三短四力でいいと思うんです。ただ、実際に喧嘩とか、実際に殺し合いと、まあ、殺し合いになる場面は今のところまずないでしょうし、武器使ったりするんでね、あんまり関係ないですけども。実際の場面だとなると、一短ですね。その短、それから、一眼二足の足さばきじゃなくて、今度一短、一番必要なのは短力。次に必要なのは、力。この力っていうのは体重とか体格っていうのを含みます。だから60キロの人が120キロの人に、ちょっと極端な例ですけども、120キロの人に勝てるかと。まあ、ほとんどの場合勝てないですね。よっぽどブクブクして太ってて動けない人を相手にして、片方はすごい素早い動きで力もあってっていうなら別かもしれないけど、現実的に60キロの人が120キロの人に勝てるかと。私もニューヨークでやっぱり身長私170ないですから、で体重80キロ。まあ日本人にしちゃ、まあまあちょっと重いかもしれないですね。体脂肪率もほとんどなかったですね。それはやっぱりでもね、ニューヨークとか行って2メーター、最長公務会あったんで2メーター16センチ。私、またがれるかと思いますよ、本当に。こうやって向かい合ったら前に金的ですからね。イメージとしては。手足長い、懐が深いですからね。まあ、そんな極端ではないにしても、190超えたら私の身長だったらバカバカしくやる気もしなくなりますね。それで120キロ、130キロだともうそっちで好きにやっててくれって気持ちですよ。技がどうのこうのって、
俺の方がこう軸ができてるしきちっとできてるんだとかスピードもあるしなんていうレベルじゃなくなるんでね、やっぱりだから1番に肝、2番に力、それはプラス、それは体重の重さも体の体格の良さっていうのも含みます。それから足さばきとか目とかいきます。それがあのガチンコやった時のあの実際の話じゃないかなと私は思ってます。もしか違うっていう人がいるかもしれないですけど、ね、私の今までのいろんな格闘技経験からいくとそれは間違いないのかなと思います。昔あの戦中派の遺言って本を読んだことあるんですよ。今でも印象に残ってるんですよね。あの20代の頃に読んだ本かな。戦中派っていうのは戦争を戦った人方がこういろんな本を書いた、あのいろんな手紙を書いてそれを集めて本一冊の本にしたっていう戦中派の遺言っていうのがあったんですけど、その中でですね面白いなって印象に残ってるのが 2,3 あるんですけど、その中の一つがですね、普段あの戦地に行く前は俺空手何段なんだとかってすごく威張ってた人がいるらしいんですよ。でも実際に現地に戦地に行ってこうバーッと匍匐前進とかって歩いてこう鉄砲を撃つじゃないですか、ライフルとか弾がピョンピョンとなんか音聞こえるっていうんですよね。そうなってきたらこうなんていうのかな、普段威張ってた人がもう震えて何も撃てなくてっていう書いてたんです。で逆に何ともない大したことないなと思うやつが急に勇ましくなってバンバン打ち始めてるのに、空手なんだ俺なんか強いんだよ俺とかって威張ってたのが急になんかもう何も動けなくなってっていう、だからあんまり関係ないんじゃないかなっていうかね。それだからやっぱり一端ですね。まあその平時であればね、確かに鉄砲の弾音を聞こえないで素手でこう立っててね、お互いにコラってやってたら体格良くて空手やってて何もやってない人だったらやっぱり空手やってて普段鍛えててっていうのが強いかもしれないけれど、実際何かやるぞ殺し合いやるぞってなった場合だったら物持つなんでもありだから弾力の強い方が勝るってことは大いにあり得るってことですね。実際死ぬ覚悟でやるってことになると護身術となると、だから技とかなんとかっていうのはあんまり関係ないっていうか、弾力に勝ってるものは勝つ、勝っているものが勝つっていうのがあるのかなと思います。だから何もやって、同じ人であれば何もやってないよりやってる人の方が絶対強くなるし、誤信にはなるっていうことはありますね。で私があの印象に残ってる一つのことを言うとですね、私ニューヨークで全米最大の空手道場に行った時、ちょこっとですけどね、帰ってたことがありまして、そのトップの人がですね、そこは1日500人ぐらい私が行った時は来てたんです、練習に。で、女性の方が3分の1ぐらいいたかな。随分女性多いなと思って見てたら、3分の1ぐらいいまして。ちょっとすいません。うん、それで、その方が言うには、その先生が言うにはね、役に立つのかなと思って、ちょっと一緒にね、随分酒飲んだりなんかいろいろ話したんですけど、実際に使えるかったら使えないんだって言うんですよ。で、何の役に立つかったら、こう、普通、ほらーってやられると、カッて萎縮しちゃうって、女性の場合特にね、わーってやられると、カッて萎縮すると、相手はやる気できますからね。そこでグッて萎縮する。こういう格闘技があって相手と目と目を合わせてこういう戦う練習してると実際この技は使えなくても萎縮しないで逃げることができるようになるっていうんですね。その時にあ、なるほどな、とそれが一番の護身術だよなって思ったんです。で実際はね、相手男で力あったりしてね、なかなかね、そんな立ち向かうとか今は分かんないですけどね、体の体格に女性がいて体格の大したことない男性がいて、なんか日はでもこう悪い卑猥なことしようかなと思ったら、その女性が体格勝ってて、その男性をやっつけるってことはあるのかもしれないけれども、一般的には何か暴力的な男っていうのはそこそこ力もあるだろうし、普通一般的には女性よりもね、あるし、うん、そこでどんどんでかい声出されて威圧的にされると、多少やってる、
ぐらいの女性だと、女性プロレスラーとか、ああいうふうね、本当に体鍛え抜いて、プロになってる人は別ですけども、それで以外はちょっとね、その、萎縮しないで逃げることができるということ。それにさらに長くやってると、その危険な場所には行かなくなる。そこを避けれるようになるっていうんですね。まあ、それもありなのかなと思って聞いてましたね。確かに、そのうち、護身術的な技はね、この中でもいくつか YouTube でも紹介しようとは思ってますけれども、覚えたからすぐそれタッチできるかなっていうことはまず分かんないですからね。ですから、まあ、すぐできるっていうんじゃなくて、こう参考までに程度。現実はそんな甘くないよっていうことだけ覚えておいてもらえばね。生病法は大怪我の元ってことになりますんでね。あとはあれですね、なんか襲われた時っていうのは女性の場合でしたらね、とにかく男性もそうかもしれないけれども、大きな声を出すと。暗い一人で歩く、夜道を一人で歩かないとかね。なんか襲われそうになったらでかい声出して、外界っていうのかな。そことの遮断。遮断された場所でなくて、こう、自分がでかい声出すことによって、少しでも周りの目に、こう、目につくようにするとか。とにかく周りとの、こう、つながりをつけるっていうのかな。悪いことするっていうのは、その周りとの、こう、隔たりっていうか、その形を持とうとしますんでね。こう、囲われた場所で何か悪いことをしようとするんで、それを破るためには、やっぱり、相当そのこだわり、その閉塞感をなくするためにでっかい声出して誰かに知らせる。家で襲ってきたら窓ガラスでも割っても何でもいいから何か物音を立てる。ということが必要なのかなと思いますね。まあそのうち、護身術の技いくつかは紹介しようと思ってますけれども、まずは、やっぱり、胆力が一番だということ。やる気だっていうことですね。その場を恐れない。それがなければ、現実的には無理だよっていうことです。今日は、ちょっと長くなりましたんでね。今日はこの辺で終わりたいと思います。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。またコメントの方、よろしくお願いします。できればなんか最近、いいねボタンもあったらいいんだよって言われて、そっちの方もできればお願いします。